おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日はですね、火曜日ということで、皆さんそろそろサカツクアニバガチャの選手のスキルで悩み始めた頃じゃないですか。いやもうお前とっくにスキルなんてつけたよっていうね、めちゃめちゃ高速育成組の方々はともかく、私なんかは結構ね、水曜日木曜日とかにガチャ引くとレベル上げ終わるのが結構ね日曜日月曜日とかになってきちゃうんですよ。ってことで今回はこのタイミングでサカツクアニバーサリー当たり選手おすすめスキル解説していきたいと思います。最強育成講座ということでいつもやらせていただいている今回の回ですが、今回ねちょっとデブライネパイセン、フォーデンパイセンのスキル構成むずすぎ問題ということで、ちょっと皆さんのねコメントとかもぜひいただきながらおすすめを見ていけたらと思います。ってことで早速やっていきましょう。ちなみに今回マテウス・ヌネス、ボブ、ナタン・エイク、グリリッシュは対象外です。いやグリリッシュは入れよう。マテウス・ヌネス、ボブ、ナタン・エイクは対象外ですね。はい、残念ですが君たちは、下がっていてください、ベンチです。そしたらスタメン、まずはグリリッシュから見ていきましょう。この選手に関しては惜しまずにつけるんだったらそんなに悩む構成じゃないのかなと思ってます。良さはドリブルとシュートですよね。決定力があってちゃんとドリブルできるので、ぜひこの空いている一枠に関してはシュートが欲しいです。特にレフトミッドと OMF 両方できるってなった時にオフェンシブミドフィルダーで使うんだったらシュートめちゃめちゃ欲しいですね。もともと A ランクのロングシュート持ってるので、ロングシュートはジェネラルロングに頼るとして、もう一つシンプルな決定力を求めるんだったらレジアスのようなシュートが超特大アップする、そんなシュートをつけてあげてほしいですし、もしももうちょっと万能にしたいんだったらウィムジーシュート、ジャンピングボレーができるシュートをつけてあげるといいんじゃないでしょうか。一定リエジアスとウィムジーっていうところでね、決定力だったらレジアス、汎用性を求めるならジャンピングボレーのウィムジーっていうふうに言いましたが、別にこれはレジアスとウィムジーじゃなくてもレジアスのように超特大アップするシュートだったらいいし、例えばなんだ名前忘れたけど、なんかとりあえずジャンピングボレーができるシュートだったら何でもいいと思います。そしたらもう一枠が余っちゃうんですけど、私個人的にここにおすすめなのはトラップです。せっかく S でトラップがあるのと、特に OMF だとボールに触る機会すごく多くなりますし、レフトミッドフィルダーだと逆にねレフトウィングのように高い位置でボールを受けること多くなると思うので、私だったらトラップつけるかな。エリアの剣王でトラップもタイアップしてますし、もともとトラップ S で持ってるのですごくねハマると思います。グリリッシュ、私だったら通常シュートとトラップの構成かな。さあそしたらお次はジョン・ストーンズで見ていきましょう。この選手に関してはタックルとパスカットで終わりです。やっぱりねセンターバックで仮に起用する機会があるのであれば守備がもうできなすぎるんで守備をつけるの必須です。特にタックルがめちゃめちゃ重要で、タックル A しかないんですよね。1400なんですよ、はちゃめちゃに低い。せめて S であってほしかったなと思うんですが、一応後方の指揮官でディフェンス能力大で守備力の底上げはされてますが、スティールハントはタックル上がらないのでやっぱ対人に不安が残ります。実際タックル能力値って3000ぐらいしかないのでセンターバックとしてはちょっと物足りないんですよね。そう考えるとファイティングタックルのように1対1で相手のドリブルを下げてあげられるタックルっていうのがもう必須です。これは必須、絶対つけてください。でもう一個パスカットなんですけど、これは持ってる中でいいパスカットつけてあげたらいいと思います。特にジョン・ストーンズに関してはエリアの良さもある選手なので、おそらく今後ね長く使っていけるし、長く使う方が多いんじゃないかなと思います。2ポジできてエリアあるってすごくレアなので、そうやって考えると個人的にはちゃんとねいいパスカットシルフィーとかつけてあげて、ファイティングとシルフィーとかの構成にしてちゃんとセンターバックに置いた時に守備ができるようにしてあげるのがいいと思います。一応 A ランクのインサイトマークありますので、マークはこれにもう任せちゃって、プラスのスキルでタックルパスカットつけてあげましょう。さあそうしたらですね、お次フォーデン見ていきましょう。さあ悩ましいフォーデンですね。
まあ、フレキシブルトラップのおかげでこいつの後に発動するショートパスが必ず発動すると、バイタライズパスですね。それがそうなると残り2枠しかないわけです、まあ、逆にフレキシブルパスとバイタライズパスで、このフレキシブルトラップとバイタライズパスで、ちょっと自分が何て言ってたか忘れたけど、この元々持っているスキルだけでこのチェーンとその先を完結してくれてるのはいいとこですよね。まあ、ただ他の能力もすごく高いんですよ彼。オフェンス能力特大、ドリブル大の驚愕の絶技、あとエレガントタッチ、パストラダイアップあるので、まあ強いんだよね。シュート SB、 ドリブル A、まあさすがにこの構成で考えたら個人的にはドリブルは外せないかな。特にウイングに使う、ミドフィルダーとかサイドに使う選手なので、ボールを運べないっていうことは選択肢として NG だと思います。特にドリブル、さらに A しか上がらないので、スキルをつけないと しっかり運べない。ここはもうねつけましょう。できれば相手のディフェンダーのタックルを下げるドリブルがいいですが、まあ、ミドフィルダーの選手なので相手のミドフィルダーのタックルを下げるドリブルでもいいと思います。このタックルを下げるドリブルじゃないと逆に A しか上昇しないので、一応この特徴ですごく上昇底上げはされるとはいえちょっと不安です。ちゃんと相手のタックルが下がるドリブルつけてあげましょう。でもう一個何つけるかですが、スキル惜しまずにつけるなら私だったらロングシュートつけます。やっぱりあくまでもレフトミドフィルダーとライトミドフィルダーで、今回おそらくフォーデンってライトミドフィルダーに置く方が多いと思うんですよね。ってなった時に遠くから決めれる方が私だったら大切だと思います。まあ、もちろん近くに行った時に決めてくれるのも大切なんですけど、おそらくポジショニング的にロングシュートを打つ機会の方が多いと私は思いますし、私はそっちを期待したいのでロングシュートです。ただロングシュートってやっぱり貴重なスキルで在庫がない場合も多々あると思うので、そういった場合は普通のシュートをつけましょう。ここに関しては決して普通のシュートが悪いというわけではなく、普通のシュート使うんだったら例えば高い位置で彼を起用するだとか、ある程度ねそのポジションエディットで使い方をコントロールできるところなので、あまり気にしなくても大丈夫かなとは思います。ドリブルは必須、おすすめはロングシュートですね。ロングシュートなければ通常のシュートをつけてあげましょう。さあそうしたらですね、残りハーランとデブライネですが、あとロドリゴですが、ロドリは私最後に取っておきたいので先にハーランとパイセンいきましょうか。まずフリースキル版じゃないハーランド、ロングシュートとウィム G シュートですね。はいはい、ロングシュートいらないって思う方はトラップにしてあげてください。うん、ただせっかく次世代の覇王があって、ドリブルした後のロングシュートも必ず発動するので、私だったらつけたいですねロングシュート。でもう一個はウィム G です。ジャンピングボレーをさせたいので、マイティももちろんいいですが S のシュートは必須だと思います。とで S のシュートどうせつけるんだったらセンターフォワードですから空中戦にも勝ってほしいので、私だったらレジアスではなくウィム G にします。うん、でフリースキルの場合はウィムジーは変わりませんね。ウィムジーシュートは変わらない。絶対1個必須だと思います。あのウィムジーというかジャンピングボレーができるシュート。まあ全然レジャースでもいいです。ここは好みですが。で、ロングシュートもぜひつけましょう。ぜひつけましょう。で、残りの1枠、私だったらトラップにするかな。うん。パスよりもトラップの方がハマると思います。もともとトラップ A で持ってますし、で、あとはゴールクリエイターとかでトラップ大アップしているので、まあそれをぜひ活かしてあげましょう。まあ、こうやって見るとやっぱりね、ロナウジーニョとかほどこのフリースキルの脅威も大きくないのかなと思いますね。まあもちろんめっちゃ強いんだけど、ロナウジーニョがいかに強かったかっていうのがよくわかりますね。そしたら KDB 行きましょう。ケビン・デブライネパイセンです。こちらもスキルが悩ましい。フリーキック持ってますからね。本当にただただ理想だけで話すのであれば、まず一枠空いているところはチェーンのトラップだと思います。ペネトレイトパスが味方ミドフィルダーのスタミナ中回復、相手ディフェンダーのマークダイダウンっていう強力なパスですから、これを発動させるためにチェーンのトラップは私は一定ありだと思います。というかかなり強いと思います。でそうなると残り一枠何になるのってなるんですが、ここ私だったらもう本当に理想を言うのであればワイズドリブルですね。ワイズドリブルもう固定です。
ワイズは相手ディフェンダーのスタミナを下げながら味方ミドフィルダーのスタミナを回復します。ここまでだったら普通ですが、一定時間自身のドリブルとシュートを特大アップしてくれるんです。ワイズドリブルは、なのでケビン・デブライネにシュートスキルをつけなくても、ワイズドリブルの後にシュートを打てば、その一定時間の間だったら特大アップしたシュートが打てるので、実質シュートスキルとトントンなんですよね。シュート SS ありますし、特大アップのワイズドリブルの後のシュートは普通のシュートスキルが発動しているのと同程度って考えると十分だと思います。ただおそらくこの構成って相当難しいのかなと。チェーンのトラップってそんなないし、ワイズドリブルなんてもっとないし、じゃあ普通に何つけるのって言ったら、私だったらドリブルと通常シュートにしますね。てかウィム G シュートとかにします。ロングシュートでもいいですが、通常シュートにしたのには訳があって、まずドリブルにしたのはドリブル S しか上がらないので、ちゃんとつけてちゃんとボール運びたいですと、ボールロストしてほしくないのでドリブルつけますと。でシュートに関してはロングシュートでもいいんですが、ロングシュートだと遠くから打つときにしか発動しないじゃないですか。ジャンピングボレーだと近い距離と空中戦両方で取れるので、3分の2が取れると、空中戦が仮に 0.5 だとしても 1.5 取れるとって考えると、私ならウィムジーかな。ウィムジー押しすぎだろって思う方多いと思いますが、あれ便利ですからね。はい、いやーデブライネ悩ましいですね。理想はチェーントラップとワイズドリブルだと思いますが、ない方は相手ディフェンダーのタックルが下がるドリブルとウィムジーシュートでつけてあげてください。ウィムジーじゃなくてもあれでも OK です。なんかジャンピングボールだったら何でも、レジアスでも問題ないです。そしたら最後ですね、最高のレジスタロードリ見ていきましょう。アブゾーブトラップがあって、この後のロングパスが必ず発動する仕様になってます。強いですね。で A ランクで持ってきているのがバーティカルタックルなので、これに関しては一定ね、なんか、意外っちゃ意外タックルだね。普通のタックル、相手フォワードのメンタルが下がる普通のタックルです。残り2枠何つけるのかって話になりますが、アブゾーブがある以上個人的にはロングパス必須だと思います。いいところで言ったらジャーニーフィードだとか、無限にこんなのね、ロングパスって今いいものがあるので、好きなものをつけたらいいと思いますが、このクオリティの選手につけるので、個人的にはもう惜しまずに持ってる中で一番いいロングパスつけてあげてください。メインの好き選手をね、崩さない程度にね、いいスキルをつけてあげてください。でもう一枠何にするのって話ですが、私だったらマークにします。やっぱりタックル1個あるので、一定タックルはこれで任せるとして、ただやっぱり1対1に不安は残るのかなと。そう考えたらマークつけますかね。マークつけてちゃんと近い距離でボールを奪えるように、おすすめのマークはマークとタックルが一緒に上昇するような、そんなマークスキルをつけてあげるといいと思いますと。でもしもマークが微妙なんだったらタックルでいいと思います。パスカットじゃなくて、やっぱり1対1でボール取れるとすごく頼りになると思うので、理想はアキュレートみたいな味方ミドフィルダーのスタミナ中回復とか、できるタックルですね。ロドリの唯一の弱点がスタミナ管理なので、そこをスキルで補ってあげるとすごく優秀な DMF になるんじゃないかなと思います。ってことでですね、だいぶね、デブライネ、フォーデン悩ましいところではありますが、私だったらこう育成します。ぜひね、皆さんのおすすめもいただければ幸いです。ってことで本日の動画ここまでにいたします。ここまでご視聴誠にありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。